はいよいよですね、あのタオル振り選手権の結果発表になります。なんと今回ですね、はい、他の YouTube チャンネルからゲストでですね、まあこれもコラボっていうんですかね、はい、エントリーをですねしてくださってる方が何人かいらっしゃいますので、ということで第1回目の対象は、はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、部長のリーです。みゆきです。さあ今日もですね、みゆきちゃんとリモートでつなげてお届けしていきたいなと思うんですけれども、今日はいよいよですね、あのタオル振り選手権の結果発表になります。イエーイ。タオル振り選手権っていうのは何かと言いますと、はい、ゴールデンウィークの期間にご自宅でタオルを持って振るドリル練習ですね、これの動画をアップしていただいて、でそれを見てですね、私とみゆきちゃんでちょっとワンポイントアドバイスをさせていただきつつ、どの方が一番いい動画だったかっていうのを決めさせていただくというコンテストになっております。ということで今回ですね、たくさんの方に応募いただいたので、かなりですね駆け足でお見せすることになるんですけれども、あの一言ぐらいずつですね、あの皆さんの、スイングを見てですね、あのアドバイスさせていただけたらと思っておりますので、ぜひですね参考にしていただけたらと思います。そしてですね、なんと今回ですね、はい、他の YouTube チャンネルからゲストでですね、まあこれもコラボっていうんですかね、はい、エントリーをですねしてくださってる方が何人かいらっしゃいますんで、ちょっと間に登場するということらしいので、ぜひですね、はい、そこもお楽しみにしていただけたらと思います。じゃあ早速動画の方を見ていきますか。では VTRスタート。まず1番伊藤さん。伊藤さんね、綺麗なスイングしてるんですけれども、ちょっと切り返すタイミングが早いですね、うん、あまり切る前にもう切り返しちゃってる。もうちょっとしっかり受け止めてほしいですね。お、もう次行きました、はい、中谷さん。中谷さんは胸の回転がちょっと浅いですね、うん、低いところから振り始めちゃって。次大場さん、はい、大場さん、はい、大場さんもちょっと切り返すタイミング早いのと、胸をもう少ししっかり回してってほしいですね。90度までいけないので。お、ダバートさん来ました。ヘタッピゴルフ研究所所長の見て、俺ダバードさんですね。受け止めでもね、一生懸命意識してくれてますね、うん、でもまだちょっと胸の回転がね浅いのと、ね、ちょっと小手先だけ で、右手が強くなっちゃって、外からこう切腹するようにちょっと肘がね、左肘が引けちゃってるんで、うん、この肘の使い方もちょっと上手くなるとよりタオルも早く振れそうですね、うん、あ、どっか行くよ。どっか行った。あ、手入ってた。芸が細かい。ヘッドスピード40、還暦じいさんです。お、綺麗なスイングされてますね。綺麗だね、はい、うん、あのでももうワンテンポ待ってほしいですね。あとちょっと全体的に力入っちゃってる。どうも、ともこさん、みゆきさん、マンブリゴルフ。次、サダさん。はじめましてです。はじめまして。面白いこと最後にちょっとやってみたいなと思っているので、よろしくお願いします。最後、はい、真面目にやります。これもなんか外からな感じがします。ちょっと右手が強い感。うん、なんか最後はアンガールズみたいになってましたね。デイジさんです。これ節分のお面。あ、本当だ。あ、ちょっとね、あのちょっと右に傾きすぎて、低いところから振りすぎちゃってるのと、一瞬で、ね、こう力入れるっていうんじゃなく、自分でね、こう縦に動かしちゃってる感じがありますね。
そうね、毒蛇さんです。おー、毒蛇さん振り切っちゃったね。あー、まあ振りはね、まずまずいいですけど、ちょっと左サイドが伸び上がりすぎちゃってる感じがありますね。はい、ズババババゴルフのゆみちゃんです。ゆみちゃん、ありがとうございます。いや、素晴らしい、ちゃんと受け止めてますよ。うん、うん、いいですね、いいですね。これで飛ばんちでいいよけど、うん、そんなことないと思うんやけどな。これぐらいしっかりと背中にポンと当たってから振り下ろすっていうのはすごくいいですね。はい、綺麗なスイングしてますね。可愛い、綺麗。え、次ワンダーコシボさん。はい、まあ、しっかり待っててんじゃない。あ、そうですね、受け止めるをすごく意識してもらってますね。いいですね、いいですね。ただどうしてもやっぱりちょっと低い位置から振り始めちゃってる感じがありますね、うん、ラッキーマンさんです、うん、ラッキーマンさんも、うん、何テンポ待ってほしいですね。これでもまだちょっと切り返すタイミングが早いかなって。ノンさん、ノンさん、うん、その受け止める感じはいいですね、はい、うん、ただちょっと体は開いていくのが早いんで、右に振るっていうのを意識していただいてると思うんですけれども、うん、実際には体が左にで振ろうとしちゃってるんですよ。だからもっと右向いたまんま振り下ろしてもらうといいかなと、うん、次、ニッシーさんです。ニッシーさん、あー、ニッシーさん、だいぶちょっと切り返すタイミングが早いですね。うん、はい、まあ、軸とかねしっかりしてるんで、ゴルフね、しっかりとしたゴルフされてるのかなとは思うんですが、もうちょっと受け止めてほしいですね、うん、次、タッさんです。あ、これもヘッドタイプかな。そうですね、タッさんも胸がもうちょっと回ってくるといいかなと思います。で、胸が回らないんで、アウトサイドから右手主体にこう下ろしちゃってるっていうのがありますね。手習ってのパパさんです。あ、これ切っちゃった。あ、でも受け止めるタイミングとしてはこれぐらい待ってちょうどいいですね、はい、うん、マンブリもうちょっと見れると思いました。おはようございます。おはようございます。アイアンマンさん、YouTube で、ね、コメントよくくださったですね。見てもらえるのって光栄です。それでは洗濯物にモザイクがかかった。これはもはや違う。これはでもある意味すごい、これはいいですね、これ。受け止めとかうんぬんとかそういうのはもうちょっと別として気合いだけは、この振りちぎろうとする感じは素晴らしいですね。なんかやってほしいことって違った。ボルヒローさんです。おー、思いっきり振ってますね。あ、まあでもこれはこれで、これぐらい全力で振ってもらうっていうのはすごくいいですね。次、タケさんです。あ、タケさん、すごい綺麗なスイングで、ゴルフはお上手なんだろうなと思うんですけど、もうちょっと頑張って振ってほしいですね。上から下に向かって全力でギュッと振ってほしいですね。これタオルじゃなくてもいいんじゃないかな。さっきのね、1個前の方と比べるとかなり優しい感じですもんね。マサスさんです。マサスさん、これなんすかね、タオルではない、なんかなんか違うやつなんですかね。ツルって言ってた気がするな。あ、でも受け止める感じはすごくいいですね、はい、よしさんです。よしさんも、もうちょっと待ってほしいですね。切り返すタイミングが、はい、次、ともさんです。あ、ともさんが全然手が上がってなくない。これさ、ね、胸もうちょっと回してってほしいですね。手だけでひょいっと上げちゃってるんで、胸をしっかり回していく、うん、で腕が時計の12時ぐらいに行くぐらいですね、しっかり回してほしいですね。ゴルキッチさんです。ゴルキッチさん、うん、受け止めるタイミングとしてはいいんですけど、バックスイングがゆっくり自分の手でこう上げてっちゃってる感じなんで、もうちょっと振り子の原理を意識してですね、そうそう、遠心力をつけてあげてほしいですね。しんさんもちょっと
早いですね、切り返すタイミングが。もっと待ってから下ろしてほしいっていうのと、どうしても軸が右に傾いて低い位置から振ってますよね。信号なかった感じ。はい、ちょっとね、こっちの角度からだと判断難しいんですけれども、そうですね、ちょっと力入っちゃってる感じしますね。はい、リュウちゃん来ました。もう番外編でリュウちゃん、あ、リュウちゃんも随分良くなりましたね。タオル振り受け止めてギュッと右サイドでギュッと、いいですね、いいですね。これはね、あのいい感じのお手本になってますね。あ、そしてみゆきちゃん、はい、受け止めて、もう強烈にぶったたいてますね。やった後ね、腕が疲れるのよりね、当たったところが痛いんだよ、なんか。はい、ということで見ていきましたけれども、かなりね、駆け足になっちゃったんで、あのちゃんと伝えられなかった部分もあるんですけれども、いかがでしたでしょうか。あのほとんどの方がやっぱり受け止めるタイミングがちょっと早いんですよね。切り返しちゃうのが、受け止めきれないで下ろしちゃうっていう人が、まあ、多かったっていうところと、胸の回転ですよね、これが浅くて、でそれによってちょっとアウトサイド気味に右手主体でこうまさかりのように下ろしちゃってる人とかがいたりとか、あとは、まあ、若干やっぱりこう左サイドで振るっていうのが抜けきれないで、うん、低いところから高いところに下から上に向かってフォロー側でやっぱり振っちゃってる人も結構いましたよね、うん、結構多かったです。はい、というところが、まあ、全体的な、私の見た感じだったんですけれども、このあとですね、いよいよ、はい、第1回目の対象を発表していきたいと思います。はい、で今回ですね、審査基準としましては、まあ、私が普段動画で言っていることをですね、正しくできているかっていうところが一つ、あとはもう全力のですね振りを見せてくれてるかどうか、一生懸命振ってくれてるかどうか、あとはやっぱりエンタメ的な部分の面白さみたいな、この3つのね要素を考慮して審査をさせていただいたんですけれども、はい、まずですね、完璧にできてるっていう人はやっぱりなかなかいなかったわけですよね、うん、なので今回の一番私たちの心に響いたところでは、まあ、一生懸命振ってくださったっていうね、タオルを一生懸命振ってくださったっていうのと、盛り上げようっていうこのエンタメ的な思いが一番伝わってきた方ということで、第1回目の対象は、はい、ドライビングアイアンマンさんに決定しました。おめでとうございます。いやー、あの振りね、すごかったですよね。すごかったです。すごかったです。ちょっとね、できてないかって言われると、全然できてない。言われたことはやったことないです。そうなんですね。はい。まあ、受け止めてみたいなところとか、まあ、そういったところはちょっとできてはいなかったんですけど、まあ、皆さんは見て、あの迫力ね、もう感じられたと思いますし、あれぐらいですね、とにかく早く振るんだっていう思いが欲しいんですよ。タオル振りも、もう全力で、ギャッ、ギャッって振ってほしいんですよ。軽く、わーんではなく、もうギュンギュン、ギュンギュン振ってほしいんです。まあ、そういう意味で、ものすごくですね、そこの思いが伝わってきたのと、はい、何より面白かった。もう大爆笑ですね。なんだこの人はと思って、はい、楽しかったですよね、やっぱりね。楽しかった。はい。ということで、ドライビングアイアンマンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。で、対象は、ドライビングアイアンマンさんになったんですけれども、今回ですね、はい、ちょっとそれとは別に特別賞も設けさせていただきました、うん、はい、でこちらは、今回のエントリーしてくださったメンバーの中で、はい、一番忠実に私があのこうやるといいですよってお伝えしていることを再現してくださった方です、うん、これは、はい、ということで特別賞を発表したいと思います、
特別賞は、ズバババゴルフのユミちゃんです。なんかね、これは忖度ないですそうそうそう、いやなんか確かに他のねチャンネルコラボみたいな感じだと、うん、それで選んでるんじゃないかってね思われる方もいるかもしれないですけど、でも実際ね、もう一度ね、うん、この後に流れますけれども見ていただくと、はい、もう素晴らしいですよね。しっかり受け止めてから振り下ろすっていうタイミングであるとか、体開く前に右サイドでシュッて振ってる感じとかすごくいいですよね、うん、はい、あうん、なのでもうそこは本当にあのコラボだからとかっていうのも関係なしに一番良かったです。はい、ということでですね、大賞と特別賞ですね、うん、発表させていただきましたけれども、今回私がアドバイスさせていただいたことですね、それをまたちょっと頭の片隅にでも置いてですね、タオル振りドリル、ぜひですね継続的に続けてみてください、はい、あのこのゴールデンウィークだけで終わりっていうのではなくですね、今後もあのコツコツとあの長くやってってもらうと効果が出ると思いますので、はいはい、たくさんやってみてください。はい、それでは皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。